さて、そういう冷戦時代、お互いにですね、相手の国の力がよくわからない。ただし、おそらく自分の国の方が優れているに違いないというふうな状況のもとで、2つの国が対峙していたわけですけれども、1957年にソ連の方がですね、世界初の人工衛星を打ち上げることに成功しました。当時アメリカはまだその技術がありませんでした。アメリカはですね、自分たちが世界一であるというふうに当然考えていたわけなので、この事実に衝撃を受けたそうです。で、そのソ連が世界初に打ち上げた人工衛星の名前がスプートニックというものですから、そのスプートニックという人工衛星の打ち上げに関してショックを受けたということで、アメリカではこのことをスプートニックショック、1957年にスプートニックショックが起きたというふうに言われています。で、なぜそれほどまでにショックを受けたのかと言いますと、当時冷戦で、もしかすると、戦争が始まるかもしれないという、そういう均衡状態のもとですね、ソ連が衛星を打ち上げたとすると、それは地球の外から地球を攻撃できるという、そういう技術があるということを意味しますね。したがってアメリカにしてみると、いつ先制攻撃を仕掛けられるかわからない、非常に危機感が募ったわけです。で、なんとか、しなければいけないということがありましたね。